友達コレクション新生活。おはようございます、ティラと申します。友達コレクション新生活には、歌を自由に作れる場所がありまして、ミーとかで遊ぶことができるんですよ。ちょっとね、久しぶりにちょっと押し入れ整理してたら見つけたんで、ちょっとその歌をちょっと聞いてみようかなと思います。前席の僕はね、どんな歌を作ってたんでしょうか、気になりますね。なんか始まったぞ。これあれだろ、これもうパちゃう、もう待って待って待って、どうちょっとちょっとパズドラのやつだろ。すげえパズドラにやってた頃の曲じゃん。いや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 、就職成功、いつの時代。2013年のソフトで就職成功を俺を歌とんの。なんかめっちゃ手当ててきたけど、めっちゃお辞儀してもらってるけど。なんかやな考え、そんな大丈夫か。めっちゃ寂しそうな感じするやん。できてないぞ言っとくけど、その時代できてないぞ就活。結構寂しいな歌詞が。歌詞寂しいぞ。けだるげな吐息。仕事への憲法。まあその時コンビニアルバイトひどい目やっとったねな。うん、ちょっと音ずれてるの。大剣王、めっちゃ剣王してるやんけお前。いや拍手送られるようなことないで。無理はしないで。いつめん。めっちゃ踊ってる。めっちゃ踊ってん。めっちゃ一人で歌ってる。めっちゃ一人で歌うよお前ら。あ、来た来た。まあまあまあ、俺らしいわ、俺らしい曲入れてるわ。めっちゃ歌っちゃう歌やったな。俺は女に興味ねえって書いてあるぞ、むしろ。俺は女に興味ない書いてあるぞ、むしろ。どないなってんの、俺。めっちゃカウボーイになってるよ。同じメロディーなのに全然雰囲気が違うんだけど。なんで男性に目移してんねんお前。なんでお前男性に。いやいやいや、男性に目移してもらってるよお前。ないんかい。俺どんな心で作ってんねんこの歌を。めっちゃ力入れとるやん。もう満足して持ってるやん、いつも。どんな歌入れてんねん。なんか、いや、